皆さんおはようございます。2022年11月の5日土曜日、衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。これ甲子さんです。どなたかこのバラの種類お分かりの方、分からんのですよ。これが妻のためにですね、本田浩一郎さんがもう8年前に植えてくださったバラなんですけど、毎年こうやって綺麗に咲いてくれます。だけど種類がわからんのですね。天国から見えるようにっていうことで、これ何ですかね。綺麗でしょ。すっごくこれ綺麗な優しいピンクなんですよね。こういう色が好きだったんですよね。だから本当に種類を知りたいんですけど、わからんですね。でもこれなんとかの挿し木にしにくくて、スペアが一本もないんですよね。だから枯れたらどうしようかと思って。おはようございます。ちょっともうひどい風で昨日病院来ましたけど、幸いコロナではなくて風邪ですね。ちょっともう本当にタイからバンコクから帰ってきて、そしてすぐ日 EU 議員会議、ここでもスピーチして、それで財務金融委員会の質問だったんで、周りの温度が変わってるってことを分からずに、まあ一心不乱に勉強してたですね。だからもうたちまち喉やられて、お聞き苦しい。ありがとうございます。あの質問やっぱりね、もう、決算行政監視委員長、それからその前が国対委員長でしたから、委員長代行もありましたね。質問に立ったのがもう何年ぶりですかね。質問に立てる人って限られてるんですよ。ね、もう大臣はもちろん質問立てませんね。それから委員長も立てないんですよ。そして国対委員長とかも立てない。代表とかになると立てるんですけどね。3年ぶりかな。でも質問の威力ってすごいですね。立憲民主党のあの国対情報には載ってないですけども、他の方々がいっぱい拡散して、YouTube とかでやってくださってですね。で、あの質問、肝は何かっていうとですね、日本の緊縮財政の、まあ、なんていうか、嘘。それをしっかりと明らかにするっていうことだったんですね。あんなに財政が大変だと言いながらですよ。ネットの債務とグロスの債務が頭に入ってないとか、ありえないじゃないですか。ネットの債務っていうのは、正味の、いわゆる政府の借り方にある、上がってるものですね。つまり、資産を引いたやつですよ。で、グロスの債務っていうのはよく言ってるでしょ。1200兆とか言って、あれです。それも一般会計で、もう膨らまし子で膨らましたやつなんですよね。で、嘘でしょと。まあ、嘘がバレるわけですよ。貸借対照表を、全体の貸借対照表を見なきゃいけないのを、もう狭い一般会計のフローの PL っていうんですけども、それを見て大変だ大変だ大変だって言ってるわけですよ。で、大変だ大変だって言ってる分は騒いでる人たちのが忙しくなるから、それだけだけど、国民が困ってる。しかも衰退してるわけですよ。どんどん衰退して増税ばっか。
で、それは嘘だろうと。かつての橋本龍太郎さん、宮沢喜一さんとの議論を紹介しましたね。やっぱり昔の政治家はやっぱりすごかったなと思いますよ。私みたいな1、2世。すいませんね。奇数の若い議員にもですね、まあ私もド直球で横綱の胸を借りるつもりで戦ってたわけですね。だから相手もそりゃ幕の内にも入ってないのに寄り切られたらそれは恥でしょ。でも本当橋本さんも宮沢さんも偉かったなと思いますよ。あのいなすことなくかわすことなくド直球にド直球で返してきたわけですからね。でももう今の内閣はその能力はないっていうと失礼だけど気概がないですね。で昨日も国会が開かれたんでその後何人も党を超えた人たちからですね、いやよくやってくれたと、やってよと、俺っちもさすがに9期もやってると あれやれこれやれで党を盛り立てないかんから質問もできんから言ったんですけど、まあでもたくさんの人がですね、あの皆さんが拡散していただいて、まあ、あの質問の元になった高橋陽一チャンネル、高橋陽一さんにも改めてお礼を申し上げたいと思います。あの方財務省のご出身の方ですけど本当のことを言うから嫌われて、そしてね、本当のことを言うからあれされたんじゃないですかね。本当のことを言う人が端っこに怒られるっていうのはやっぱおかしいんですよね。本当のことを言わないからこういうことになるわけで、で、まあ、このところの党の状況を見て絶望しましたという人が結構メッセージをくださるんですけども、あなたのおかげで絶望せずに済んでますっていう方もおられて、まあありがたいことだなと思います。まあ本人的に言っても私だってあんたも失望しないかとか絶望しないかとか言われますが、私たちが絶望してたんじゃそれはもうそれこそ終わりですからね。そんなことは心の中ではいろいろ整理しなきゃいけないことがいっぱいあるんだけども、そこはぐっと腹に抑えてですね、頑張ってやっぱり日本を良くすることが目的なんで、そこに向けてですね徹底的に頑張っていこうと思ってます。ちょっと久方ぶりに自分家に帰ってきたらまあいろいろ変わってますね。あのサンパラソルはまだあんな風に咲いてるし、このドンファン、これもむちゃくちゃでかいですね。やっぱりドンファンは強い。そしてじゃん、ラナンキュラスラックス。しかしラックスで出てきてないのがいる。ウラノス、ウラノス出てきとらん。ティーバーこれも出てきとらん。他のはすごいですね。ハデス、ハデス分球したやつですね。バラもやっぱり剪定してあげないとダメなんで、でこっちはそうですね、いくつかもう抜かないといけない。こちらかちょっともうまずいかもわからんですね。
これももう花がなんで切ってあげて、おっと僕になりました。これいきなり自分になるとびっくりしますね。ちょっと探索してみましょう。今日インターナショナルバルーンフェスタ今日もやってますね。間に合ってよかったです。もう帰ってこないかなと思ったんですけど、ああやっぱりこちらかは結構厳しいですね。そうなんですね、やりたい放題やってますね。アメリカンブルーももうちょっとダメですね。これは冬越ししようと思ったけど入れ損なった。買いに行ってる間に、おお、イチジクまだ大きくなろうとしてる。イチジクでも食べれる。ガンブル、うわ、もう名札が壊れてるの。ジニアはいいですね。やっぱり来年秋は何と言っても夏からジニアだな。うわ、これも何だろう、これ、あ、これもプレシャスプラチナムですね。イングリッド・バークマンのお友達じゃなかったかな確か。うわ、これはこれ夏の花でしょ。 すごいこの辺は夏の花と秋の花と冬の花が混ざってる。ジニア、ジニア、コスモス、もうコスモスはまたこぼれ種ですね。朝顔、やっとあの朝顔があそこまで。あら、木工花むちゃくちゃ、何これ、これもすごい。こちらかはもう抜いてあげないといかんかな。でクリスマスローズ古葉切りをして、で朝顔、こっちはどうなってるか。おお、とんがらしですね。おお、芋のつるも、宴、うわぁ、宴ですね。これはまたすごく、やっぱりこの宴とドンファンですね。それとあれは水仙、水仙も勝手に出てきます。それとハーブ、ハーブは庭に植えるとまずいですよ。もうどこまでも広がるから、ハーブティーにしていいなと思ったけど。でインターナショナルバルーンフェスタということでバルーンが飛んでるはず。バルーン、あ、飛んでる。
あ、でも、あら、飛んでます、飛んでます。ご覧になれますか？うわうわ、いっぱい飛んでる。すごい。千代田方面、これ加瀬方面です。千代田方面は逆。千代田方面にも飛んでる？千代田方面飛んでないですよ。うわぁ、やばい、ちょっと。ズボンのべ、あれが緩くて落ちてくる。ああ、よかった。皆さんにバルーンをご覧になられて。鍋島、加瀬の方向ですね。そうです。だいたい100万人ぐらい来られるんですよ。まあ、ただですからね。うわぁ。1期、2期、3期、4期、5期、6期、7期。この画面だけで7期。すごいでしょ。しかもね、海外からたくさん来られて、パイロットね、インターナショナルですから。で、ホームステイされるわけですよ。で、私たちもそのお世話をしてね。だから小さい頃から、多言語、多くの国の人たちに、交流を持つチャンスがあるんですね。これすごくいいですよ。いつかも言いましたけど、たった24人でね、スタートさせた水町、ゴムの水町先輩たちが、そこのタフセ川のほとりの焼き鳥屋さんに集まって、夢を語って、それがここまで来たんですよね。だから、私たちも招待されるんですけど、もうなんつっても多くて、しかも、あそこ行くともみくちゃになるんでですね、変装していくんですけども、目で分かっちゃうらしくてですね、本当に、さすがに目隠してサングラスは感じ悪いでしょう。だから、目出してると目で見つかっちゃうんですね。まん丸い目でわかるって言われるすが、もう喋ったらもう一発ですもんね。まあでも今日はここ行きますね。みんな待ってますからね。まあでも鼻声なんで、あれと間違えられると嫌だし、すぐ帰ってくることになると思います。そうそう、まつげと黒目なんですよね。そうなんですよ。小さい頃それが嫌で、あれですよね、まつげ切って学校行ったらもうむちゃくちゃ変で、まつげが。いやー、でもよかった。こっちが千代田方面。そうですよね、人によっちゃね、まつげお金かけてつける人まで おられるんで。こっちから見る自宅ってこれが宴ですね。綺麗ですね。あ、もっと上がってきた。もっと上がってきましたね。いや、これ写真撮ろう。じゃあ皆さん、お願いです。質問をですね、拡散してください。あれ、100万人に拡散したら、世の中変わるわ。それぐらいの、力込めた質問だったんですね。
よろしくお願いします。 YouTube 拡散してください。 YouTube だとね、あの2倍速とかで、で解説すればわかりますから、あの事前レクとかも入れてますからね。うわぁ、いや贅沢なもんだわ、こっから見れるなんて。もうバンバン上がってる。これ競技ですね、競技。うん、気流がいいからこういう競技ができるんですよね。空が広いでしょ、いいよな。でもまたオスプレイでもうまた変なことやるって、もうアメリカの状況考えてやれって。アメリカ今度あの F-15 退役しますよね。で今度 F-22 が巡回するんですよ。 F-22 があの常駐しないんですよ。アメリカ引いてるんですよ。まあそれは今度お話をします。でアメリカと一緒にあのやるそのオスプレイ、オスプレイじゃないんですよ。私も安全保障のが全部ダメとか絶対言わないですよ。大事なものはちゃんとやんなきゃいけない。だけど焦点が外れてるでしょと、もう遅れてるでしょと、遅れたのを一気220億で買ってどうするんですかって話。しかもものすごいこう欠陥が言われ続けてきた機体ですよね。佐賀市長の酒井市長が丁寧にやってくれって注文出してるんで好感持てますね、うん、頑張ってください。頑張りましょう。じゃあ最後はやっぱり高子さんで、ごきげんよう。皆さんも良い一日を。明日になったら少し喉が良くなってると思います。ありがとうございます。ごきげんよう。